スーパーマーケットシミュレーター。今回は最新アップで 0.123 の内容と一番大きな変更点でもあるクラウドセーブ対応について取り上げてみようと思います。まずはクラウドセーブについてですが、これまではパソコン元に共通でセーブファイル ES3 という一つのファイルしかありませんでした。この画面左側はあるアカウントで Steam にログインした状態のセーブフォルダの中身になります。ゲームは起動していない状態となります。ここで別の Steam アカウントに変更してみるとどうなるでしょうか。左にご注目。はい、セーブフォルダの中身が全て置き換わったのが分かりますか。ゲームを起動する前だけどアカウントを変えただけでセーブフォルダの中身が変更される仕様になりました。Steam のクラウドセーブが対応になったためですね。このチェックマークがオンになっていればこのような挙動となります。デフォルトでオンになっています。このアカウントはこのゲームをプレイしたことがないのでセーブファイルがない状態ですね。この時に以前バックアップしていたセーブファイル ES3 のファイルを一つだけコピーしてゲームを起動、そうすればこのアカウントのクラウドにも保存されるはずです。ここでもう一度アカウントを変更してみるとどうなるでしょうか。左にご注目。はい、このようにさっきの状態に戻りましたね。 Steam のアカウントごとにフォルダの中身が入れ替わってしまうので同じパソコンで複数ユーザーでも遊べるということになります。以前からのセーブファイル ES3 というファイル、これが左にある日付付きのデータに変更されるみたいです。他のファイルはプレイヤー情報が含まれているのでアカウントごとに中身が置き換わるはずです。これも含めて丸ごとコピーしてしまうと別のアカウントにプレイヤー情報まで上書きされてしまいますので注意が必要ですね。誰かに続きをプレイしてもらいたいのであればこれもありかもしれませんが、はい、ここからは最新アップで 0.123 の内容をサクッと見ていきましょう。 Google 翻訳した内容を見ていきましょうか。上から順にお客さんの来店数が店舗レベルに応じて増えるようになった。開閉レジカウンターを追加。レジ担当の挙動が他の空いてるレジに移動するように修正。 Steam クラウドセーブの対応。1日が終わるたびに自動保存されるようになり設定メニューにも保存ボタンが追加。セーブファイルが破損するバグの修正。その他視覚的なバグ修正。ストレージドアの日本語テキストの修正。レジボックスが使用中になったままになる問題の修正。多すぎる緑茶のラベルデザインを修正。従業員の固定費が余分に支払われてしまうのを修正。その他の商品の軽微な修正。マーケットアプリの検索フィルターが機能しない問題の修正。はい、以上が最新アップで 0.123 で変更された内容となります。一番大きな変更は Steam のクラウドセーブに対応で複数アカウントで同じパソコンでも遊べるようになったことですね。まあ当たり前なんですけどね。参考になりましたらチャンネル登録や高評価で応援してくれたら嬉しいです。以上、マカロニ情報局でした。It's right, right, right. It's right, right.